お願い、助けてください。神様、仏様、女神様、宇宙神様、海洋さがみ、海洋神様、宇宙神ってなんだ、海洋神ってなんだ、海洋神か。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでみんなの証言を取っていきますか。左から山田くん、現在意識を再起動中なり、芝お待ちください。芝どうしよう、こんな目の前で人が、みんなまだ混乱中っぽいね。待って、後ろ、我らは逃げられない、やるしかあるまい。証言を取っていくわけではなさそうやね。何がどうなってんだね。もうさすがにあれやろ、イベント中とかではないって分かっとるよね。これが現実だと。あのクマ野郎、ね、前園さん殺しの捜査を始める前に現場の保全はどうする。現場の保全現場が荒らされないための見張り役のことだろ。犯人に証拠を隠滅されてしまっては手詰まりになりかねん。だったら俺が見張り役をやってやんよ。どうせ考えるのは得意じゃねえしな。あの女を殺した犯人の件はてめえらに任せる。じゃあ現場の見張り役は大和田に任せるとして。いや、こいつ一人で見張りをするわけにはいかんな。なんでだよ。黙れ。当然だろう。お前が犯人だったらどうするんだ。見張り役と称していくらでも証拠隠滅が可能となる。まあね、二人一組で行動した方がいいよね、確実に。ならば我も見張りをやろう。それで問題あるまい。おお、いいね、いいね、組み合わせ。ふむふむ。大穴ボンド殿と大神さくら殿との2P 協力プレイ、まさに最強の見張り役ですな。操作できないか我らのために貴様らはしっかり頼むぞ。でも怖いけどやってみるよ。何これ。ああ、なるほどね、あのスピーチとかする場所か。何なの。嫌だけど犯人を見つけるしかないんだよね。じゃなきゃこっちも殺されちゃうんだもんね。そうよ、大変すぎる。僕は江ノ島さんの死体にそっと手を触れてみた。へえ、よく触れるね。映画やドラマで見るように彼女の手や首のめきを確かめてみたのだが、本当に死んでる。それ以上は一切に言い表しようもないほど彼女は完全に死んでいた。確かめるまでもないだろう。そんな傷を負わされてあれだけの血を流して生きている人間がいたらその方が驚きだ。まだ混乱してるか。待て、待ってくれって。死んでるって。じゃあそれは何だべ。実際この状況ってマジなん。イベントでも何でもなくてマジってことだべ。今さら。え、いや、あの前園さんの件はあれも本物の死体とは思ってなかったってこと。目の前で死んでやっと出してくれ。いやだ、助けてくれよ。ここから出してくれ誰か。何よ何よ今さら。本当に今さら遅いな。すべてにおいてワンテンポ遅いな。気づいてしまいましたわ。なんだよ。気づいたって何にだよ。先ほど配られたモノクマファイルに目を通していたのですが、とても簡単でとても妙なことに気づいたのです。え、何のこと。ご覧になってください。前園紗友香さんの死亡現場は苗木誠の個室となっていますわよ。本当だ。じゃあもしかして。なんか今変な文字が周りに出てなかった。みんなの視線が一斉に僕へと向けられた。ちょっと待ってよ。違うんだって。僕は一晩だけ前園さんと部屋を交換してただけなんだ。それっていうのも彼女がおびえてたから。嘘くさいわね。真実だけ言いなさいよ。みんなの目つきはさっきまでとは明らかに変わっていた。疑惑と恐怖の込められた眼差し、つまり僕が疑われてる。
じゃあ話し合いはもういいわね。そろそろ捜査を始めましょう。こっからは別行動よ。びっくりした、もう犯人確定されたんかと思った。誰が前園さんを殺したのか、その答えにたどり着くために根拠となる手がかりを集め、そこから推理を組み立て正しい判断を下さなければならないわ。じゃないとね、簡単にホイホイって犯人導き出して、はいこの人をってやって死ぬのは自分やもんね。犯人じゃなければ。もし間違った答えを出してしまえば、それはその先は言わなくてもいいわね。むしろ言わないでほしい。じゃあね、健闘を祈るわ。キリギリさんはそう言い残し、早々に体育館を後にした。じゃあな、俺も行くぞ。まだ話聞いてなかったのに。キリギリさんに続くようにして、戸上くんも僕らの前から去っていく。うん、俺らは見張り役だったな。急いで現場に向かわねえとな。ああそうだな。おら、てめえらに言っとくぞ、もしここに犯人がいて証拠を隠滅しようとしてんなら、ぶっ殺す。俺が先に見つけたら処刑の前にぶっ殺す。マジで完璧にぐちゃっと殺す。そんな物騒な言葉を残し、大和田くんと大神さんは足早に走り去っていった。何さっきの音、走る音。あのさ、でもさ、刑事でも探偵でもないのに殺人の捜査なんて、何をすればいいのかな。どうせ別に何もしなくてもいいじゃない。前園さやかを殺した犯人なんて分かりきってるし。それってまさか怪しいわ。あんたのことよ。だから僕は違うって。寄らないでよ、私まで殺す気。あのさ、とにかくやるだけやってみようよ。まだ苗木が犯人って決まったわけでもないんだし。そうですな、調べるだけ調べてみましょう。私は捜査なんてやろうにもできないけど。どうしてだよ。苦手なのよ、血が。血を見ると倒れちゃう。はあ、まあいっか、誰もおめえに期待してねえしな。血が得意な人とかおらんやろうけどね。倒れるまではいかんかもしれんけど。いやでも殺人現場はねえ、見たことないけん、どんな感じになるんか私もわからんけど。じゃあ俺も行くかな。ちょっと待って、行っちゃう前に僕の話を。そんな声も虚しく、みんなはぞろぞろと体育館を後にしてしまった。疑いの視線を僕に向けたままで。みんな本当に僕が犯人だと思ってるのか。どうしてそうなるんだよ。そんなわけないじゃないか。どうして僕が前園さんを殺さなきゃならないんだよ。なんとかしないと。このままじゃみんな、まあみんなね、別に処刑は処刑だよ。ナイキが前園さんに好意寄せとったとかそんなん知らんしね。電気椅子でブリブリ、録画室でモクモク、ハリケーンなんちゃらで体がバラったりってやつだよ。ハリケーンなんちゃらって何なんだ。そこがすごく気になるんだけども。そんなことになってたまるか。モノクマの思い通りにはさせない。だったら僕が犯人を見つけてみせる。前園さんを殺した犯人を。あら、まだ残っていらっしゃる。まずはさっき配られたモノクマファイルに目を通しておこう。被害者は前園さやか。死亡時刻は午前1時半頃。死体発見現場となったのは宿舎エリアにある苗木誠の個室。被害者はそのシャワールームで死亡していた。致命傷は刃物で刺された腹部の傷、その他右手首に打撃痕ある。右手首に打撃痕。打撃痕のある右手首は骨折している模様。これをもとに捜査を進めていくしかないのか。なんとかして突き止めないと。僕やみんなが生き残るために、そして前園さんのためにも。絶対に前園さんを殺された理由を突き止めるんだ。モノクマファイル1を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。ここはあれか、放心状態なのか。やっと事態を飲み込めて。嫌だ、リアルな話、こんな場所で死にたくねえって。お願い、助けてください。神様、仏様、女神様、宇宙神様、海洋神様。宇宙神ってなんだ、海洋神ってなんだ、海洋神か。海洋神、そういうこと、ドラゴンボール的な。誰でもいいから助けてください。
葉隠れくんは操作どころじゃなさそうだな。一気にすごく頼りがいのなさそうな感じになったね。あのひょうひょうとした感じどこ行ったよ。藤崎さんは捜査に行かないの？でも江ノ島さんを置いていったら かわいそうだから一緒にいてあげないと。いい子だけど、いい子だけど死体と一緒にか、すごいな。僕は江ノ島さんの死体にそっと手を触れてみた。うん、同じやったさあ向かうしかないか。出ます。で、ここも出て、とにかくまずは現場となった僕の部屋に行こう。あそこを調べない限り何も始まらないんだ。そして僕は向かった。前園さんの死体があるはずの僕の部屋へと。おお、みんないるね。まずはこの部屋の状況を詳しく調べてみよう。そうすれば何かわかるかもしれない。この切り傷たちは、お腹に刺さった包丁の傷ってことかな。最初これかと思ったけど違うよね。これって僕の護身用に持ち帰ってきた金箔の模擬刀だ。これが事件に使われたってことか。しかもこれって、鞘から抜かれた抜き身の状態になってる。刀身を見るのは初めてだけど、やっぱり金箔でコーティングされてたんだ。それに、刃の部分と持ち手の絵の部分の塗装がところどころ剥がれている。特に絵の部分は塗装の剥がれが激しいみたいだ。これで抵抗したってことかな。確かこの金箔の模擬刀って、ちょっと触っただけでも金箔がついちゃうんだったな。お？ってことは誰かについている可能性。あれよね。向こうに抵抗された時についた可能性があるってことよね。金箔の模擬刀、カッコの君を手帳に記録しました。言霊メニューで確認できます。ふんふん。めちゃくちゃいいヒントじゃない？てかもうそれで答え導け出せるんやない？床に鍵が落ちている。僕の名前のキーホルダーがついた鍵だ。確かこれって。そうですね。お互いの鍵を交換しておきましょう。部屋を交換した時、僕たちは鍵も一緒に交換したんだ。つまりこの鍵はずっとこの部屋で前園さんが持っていたはずだ。待てよ。だとすると、そもそも犯人はどうやってこの部屋に入ったんだ？前園さんが鍵をかけ忘れた。いや、それは考えられない。前園さんも、誰か来ても絶対にドアを開けちゃダメだよ。苗木くんだと分かってても、絶対に開きませんよ。でないと部屋を交換した意味がありませんもんね。そう言ってた彼女が、鍵をかけ忘れたり、自分からドアを開けたとは考えられない。じゃあ、落とした鍵を盗まれたとか。いや、それもないか。あの後外に出たってことになるもんね、それやったら。部屋を交換した後、前園さんはそのまま部屋に残っていたんだ。怯えてた彼女が出歩くはずがない。つまり、鍵を盗まれる機会もなかったはずだ。だったら犯人はどうやって。そうよね、どうやってなんやろうね。前園さんが開けたことはないと思うんやけどなぁ。思うんやけどなぁ。部屋のベッドや壁に傷つけられたような跡がいくつもある。争った形跡ってやつか。つまりこの部屋では確実に争い事があったはずだ。くそ、隣の部屋にいた僕が気づいていれば。待て。それは無理な話だ。え、前に聞かなかったか？この個室は完全防音になっている。つまり隣の部屋で何かあろうともそれに気づくことは不可能。だけもう入り込めば誰にも気づかれずに殺人を犯すことが可能ってことなんよね。最悪やん。だが、あるいはこれもモノクマの策略かもしれんな。殺人が起きるのにうってつけの環境自体が。争った形跡を手帳に記録しました。あとはなんだろう。模擬刀が置いてあったスタンドだ。それは何もないんすね。いたのか。あれ、この粘着テープクリーナー、いつの間にかテープの残量がかなり減ってる。僕の部屋が汚れているのを見かねて前園さんが掃除でもしたのかな。掃除してくれたんかな。引き出しの
の中には工具セットが入っている。相変わらず未開封のまま使用された形跡はない。当たり前か。そもそも所有者である僕が使ってないんだし。っていうかこの工具セットを使うシチュエーションなんてあるのか。うん、シャワー室をこじ開けるとか。おめえもそう思ったか、大和田くん。おめえも使ってねえか。そうだよな、工作や日曜大工って気分でもねえしな。大和田くんも使ってないの。俺だけじゃねえ、他の連中もそうみたいだぜ。ちょうど昨日くらいにその話になったんだよ。そういや男連中は誰も工具セットなど使ってねえってよ。まあ当たり前だけどな。工具セットを手帳に記録しました。わざわざ記録したってことは誰か使った人がおるのでは。多分。モノクマが映るモニター。今は交渉が浮かんでいるだけだ。浮かんでないけどね。大神さんも僕が犯人だと思ってるの。おい、我には推理などできぬ。貴様が犯人かどうかなど我にはわからぬ。我は従うだけだ、貴様らが出した結論にな。委ねるん大丈夫。そっか。そういや見張りをしてて気づいたんだけどよ、すでに犯人が証拠を隠滅したって可能性もあるよな。例えば死体が発見される前とかによ。こっちの基地付近にはゴミ捨て場もあったしな。あそこで処分していくかもしんねえぞ。ゴミ捨て場？そんなとこあったんか。その可能性はあるかも。なやるが。あとはあのランドリーは洗濯とかもされてるかも。だいたいよ、俺は女に手を挙げるやつは許されねえんだ。そんなやつは万死に値する。そう兄貴に教わったんだ。つうわけで前園を殺したやつは許せねえ。余裕でメリット殺す。でもさ、犯人が女の人だったら。そん時はそん時だ。すごいね、意地でも女の人に手を挙げんねや。かっこいいけどそれは。あのさ、キリキリさん、僕は現場で捜査している彼女にそっと声をかけてみたのだが、無視。何やったの。見ればわかるでしょ。もうわかんないけど。捜査よ。捜査って。彼女は膝をたたんだ体勢で僕の部屋の床を隅々までじっくり見回していた。コンタクトでも落とした。髪の毛とかってことかな。よくわからないけどものすごく集中しているみたいだ。とその直後、不意に彼女は立ち上がった。そして、あなた潔癖症。いや違うけど。すると彼女は小さくうなずきながら僕の部屋の床を見回すようにしていった。なるほどね。コロコロかな。何がなるほどね。やっぱりこの部屋ってちょっと妙だわ。多分そうじゃない。あのコロコロやったってことやろ。ちょっと妙。妙ってどこが。それは床を隅々まで調べてみたんだけど、この部屋には髪の毛が一本足りても落ちていなかったわ。一本も、ね、被害者となった前園さんのものはもちろん、部屋の持ち主であるあなたのものもね。そういえば僕もさっき調べた時に気づいたんだけどさ、僕の部屋の粘着テープクリーナーがいつの間にか使われたみたいなんだ。もしかして誰かがあれを使って。なるほどね。髪の毛一本落ちていない部屋、いつの間にか使用されてたテープクリーナー、つまりあなた以外の誰かがこの部屋を掃除したってことになるわね。あ、前園さんだけとは限らんのか。犯人が証拠隠滅のためにコロコロしたっていう可能性も。それって前園さんが、それとも犯人が。そう。どうでしょうね。苗木の部屋の清掃状況を手帳に記録しました。ふんふん、ここ表側だけでも結構いろんな証拠が集まったね。次はシャワー室か。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれよね、死体はそのまんま残っとるってことよね。
あの体育館の純子ちゃんと同じように。したい。まあ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 、しょうがないんやろうけど。じゃあ、直接死体を調べれるってことか。何かしらの証拠は残っとると思うけど、ね。隠滅されとるかな。